うわー、鬼だよ、鬼。わおー、うわー、ちょっと温泉卵の香りがすごいんだけど。色はいいけど、香りはあれだね。あれですな。はい、別府の地獄巡りということで、うん、と八幡竈門神社、はい、すごい、ね、駐車場が超大きいよね、うん、これが地獄巡り行きます。はい、はい、行ってきます。おお、早速なんかもう雅楽の音が聞こえてる ね。ちなみにここはなんか人気漫画の鬼滅の刃という人気漫画があるんだけど、うん、なんかツイッターとかでなんかツイートされてるのは見たことあるけど、めっちゃ盛り上がってる。今度映画も第2弾ができるらしくて、それとなんかすごい類似をしているからというのでちょっと盛り上がってる神社にもなるんだって。はいはーい。むっちゃん面白いね、これ石造りって言って鬼が履いていた造りなんだって、はい、ただね、はい、ほら 1,2,3 本しか足の指がなくて、うんうんうん、それは3本なのは貪欲嫉妬愚痴っていうのを表していて、鬼には知性と慈悲、あと2本が欠けているから3本って言われてんだって。あ、貪欲嫉妬愚痴の3本が指3本ってことね。そうそうそう。で、知性、慈悲が欠けてるから2本がないってことね。そう、3本なのよ。へぇ。で、足を入れると力がいただけるそうなので、え、これ靴なの？ちょっとなんか靴だと申し訳ないんで足入れます。素足で、素足とか靴下だけど。賢くなった？賢くなった、わかんない。この昔の話の鬼が住んでいた話からその鬼滅の話もね、こう類似点があるっていうことみたいだね。そうね。この鬼が作ったと言われている99段の石段、昔鬼が里を荒らし回っていた時に八幡様が一晩のうちに100段の石段を作ったら毎年人間を生贄にやろう、もしできなければ今後里に出てきてはならぬと約束をさせたらしいです。結局鬼は99段を作ったところで
夜が明けてしまって石段は99段で終わっています。石段を見ると下の方は丁寧に作ってありますが、上の方に行くと雑な作りになっています。ガチの代わりに頭撫でとこか。撫でるといいみたいで、恵方の神に宿っていて、縁起が良い方向に毎年なのかな、変わるんだそうです。今年は猿と鳥の間ってことか。そうだね。温泉の町別府でございますが、温泉好きのガンちゃんには嬉しい土地でございまして、ああそう、移住しようかと思う。温泉の興味がまだ薄い、温泉の魅力をまだ知ってない私はとてもあそうっていう感じの土地なんですけど、せっかくなのでね、あの温泉巡り行ってみようと思います。いつから温泉好き？温泉好きになったきっかけは？あ、遺伝じゃない？親父がね、すごいお風呂好きで、普通の家のお風呂なのに2時間とか入ってるよね、ガッチャのお父さん。そう本当にあの年頃の女子高生かっていう感じの頭おかしいんじゃないかって小さい時から思ってたけど、まさか気づいたら自分もそれに近づいていたとは、まあ、そこまで言ってないけど近づいていたとは思わなかったね。お風呂好きだけど、お風呂なんで嫌いなの？濡れるのが嫌い、泳げないし、濡れるのがめんどくさい、脱いで着るのがまためんどくさい。お風呂で入るけどね。お風呂で泳ぐところではないんだけど、お風呂では泳ぐところではない。そんな感じだね。なんでこのね、この温度差、何？温度差。ね。雪森展望台にやってまいりました。わあ、すげえ。この雪森、日本夜景遺産に認定されているそうです。21世紀に残したい文化的景観では全国2位に選ばれているそうです。プリンをカスタードで拭き取ってください。1個、はい、ちょっと開けてみて。はい、開封の儀。こんな感じです。おー、さらに開封していきます。地獄蒸しプリン、しかも天然の地獄蒸しプリンです。天然じゃないのもあるのかな。まあ、そこはそこもないの、大人の事情でね。あ、そうですか。いきまーす。ふーん。こんな感じでございます。オープン。じゃん。どんな感じだろう。ひとすくい目いきます。うん。硬すぎず、やばすぎず。いただきまーす。どうぞー。甘さ控えめ。うん、ま、滑らか。滑らか、大人な感じ。滑らかと普通の硬いプリンの間ぐらいなの。本当にカラメルが溢れ出てきました。おー、あ、美味しいよ。あ、本当？ちょっとカラメルのとこだけ。カラメルはね、結構苦め、大人の味。わーお、出てるよ。
気を集する。はい、じゃあ行ってきます。はい、入ってきます。かまど地獄は温泉の噴出量日本一の大分県別府の地獄巡りの一つなんだって。泉温がね90度、すごい高いね。で、古来より氏神のかまど八幡宮の大祭に地獄の噴気でお供え物を焚いていたことが名前の由来になってるんで。そう、このかまど地獄は、一丁目からっていう感じでなんか順番にね丁目があって、そうそう、7丁目まであるんだって。あ、そうなんだ、うん、で進んでいくみたいよ。あ、かまど一丁目、この池は地下にある岩盤が地熱にできた粘っこいいろんな種類の粘土が溶け出した色。粘土が溶け出した色。さあどんな感じ。うわー、ボコボコいってる。見て見て、むっちゃん、かまかま、地獄のかまだよこれ。こっちにもこれ2丁目だって。あ、そうなんだ。100度だ。へえ。100度なんだってここ。3丁目85度。かまど地獄の不思議とか言って。これ見て、色すごい綺麗なんだよ。へえ。あー、なんかすごいこの色。なんか小学校のプールみたいな色。え、そう？俺どっちかといえばなんか温泉の元みたいな感じの色。うわ、あったけー。これすごいあったかいよね。ねえ、なんだっけ、何が？リバティ、リバティに乗った時のさ、あ、床暖房のキャブコン。そう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 。あ、めっちゃこれ気持ちいいわ。リバティかな、バレンシアかな、わかんないけど。あ、これいい、これいい。ちょっとここちょっとずっと見たいぐらいだ。いや、うわ、どうした、むっちゃん。近かったカメラが。いきます。あっち実家にある鼻でこれはってやるやつ、スチームで、あんな感じです。かまど地獄の4丁目に来ました。ここ粘土が溶け出した色のとこだ。ほんと粘っこいろんな種類の粘土。へえ。おお。第1ターンでは風が当たるだけで何も起こらないですね。はい、頑張っていきます。どうでしょう。5丁目だって。おー、ね、色変わるんだってね。ちょっと見てみようか。ここによって色が変わります。通常は水色の池なんですけど、雨が長時間降ると緑色になります。緑緑になっていくんですね。で、最初のうちはこのライターのようなこんな黄緑色ですね。で、さらに大雨が降っていくと、この黄緑から今度濃い緑、こんな感じ、隠れてくるような、こんな感じになっていくんですね。かまど6丁目、なんか赤いみたいで、熱の泥なんだって。うわー、地下に赤粘土の地層がありまして、その赤粘土と温泉が溶けてくるような色になってますね。温度が95度、深さが2メーター以上あります。では水面ご覧ください。いきますよ。どうでしょう。おー、蒸気はこれだけ上がってたんですね。だけど見えてなかっただけです。ここが7丁目なんだって。はい、7丁目の浜って感じですか。ここに背直れ癒しの湯源泉というのがあるので、ちょっと行ってみましょう。受付で鍵を借りてきましたので。なんかよくわかんないけど USA って書いてある。最高ですとか書いてあるよ、ノートに。へえ、こうなってるんだ。入浴するには。失礼します。へえ、こうなってるのね。おお、風呂だ、風呂で熱い。うわ、うわ、うち見てるよ。待って、今温度見るね。50度とかじゃん。
ちょっと水出したいんだけど、水だけちょっとね、湯釜の向こう側なんだ。渡ってくるわ。マジで行くの？よいしょ。めっちゃ暑いんだけど。暑い、見てるね。ちょっと温度下がったらにしよう。お風呂に入浴されるお客様へって言って、冬、今冬ね、41度か42度か適温ですみたいなこと、50度だったか。まあね、でも入り口でね、あの受付の方がちょっと適温かどうかの確認してくださいって言ってくれてたからあれなんだけど、いや50度はね厳しかったね。このね、ふくらはぎとかがね、もうずっと暑い50度とかでいたもんだから、もうポカポカでさ、ポカポカっていうか、なんか、いやごめん、痛いんだ、日焼けみたいだね、実は痛いんだ。日焼けみたいで、膝の上なんか見てみ。え、膝の上、うん、あー、ほんとね、ちょっとね、軽い火傷みたいな感じ、ビリビリしてます。いやいい指した。いや気持ちよかった。はい、うちね、指が痛い。温泉バカにしてたから、温泉の神様激怒みたいな、そんな感じですね。別府一のビュースポットっていうとこですな。あ、でもね、会社行っちゃわない？仕事とかの近くなんだって。ゴルゴとレッドと命の人か。そう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 。T.I.M. っていうんだ。はい、十文字ヶ原。十文字原？展望台にやってまいりました。ね、すごいこの景色見て。曇り、まあまあそう言わずに、曇り、寒い、まあまあそう言わずに、おお、すごいね、別府湾が一望だよ、これで。晴れてる日はね、向こうに四国が見えるんだって。しかもうっすら見えてるような感じがするような、見えたいっていう気持ちが強くて、そう見えてるのかわからないけど、うっすら黒いのが見えない。黒船じゃなくて、え、黒船？